がこんなに浮かれてですね、ガラガラを持ってやってきたかと言いますと、私が、1年間パチンコ必勝ガイドでナリンちゃんの海生活365日というものをやっておりました。その1年をなんとか達成したお祝いに沖縄旅行が決定したんです。イエーイ、やったー、よいしょ、やったー。はい、ということでですね、早速今から成田空港に出航したいと思います。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。え、何、ちょっと待ってください。何、ちょっと待ってください。え、ムムさん、いや、サム見間違いです。はい、サム見間違い、サム見間違いです。はい、どうしちゃったんですか。そう、どうしちゃったんですか。サムなんで、あの、そんなキャラでしたっけ。いや、違う、緑色なんです。何一人で沖縄行こうと思ってるんですか。沖縄だって行けるって言うから。ああ、はい、今から沖縄に、沖縄に、そのために今日ここに呼ばれてるんですよ。いやいやいや、そんなわけないじゃないですか。何言ってるんですか、そんな。全然、何ちょっと待ってください、どこにいると思ってるんですか、今。あれ、なんかね、そうですよ、空港からは遠そうな場所にいますけれども。え、何やってるんですか、そんな一人でね、沖縄旅行行こうなんて、ちょっとずるい。いや、だって沖縄夢だったんでね、沖縄行きたいじゃないですか。旅費はどうするんですか。旅費、それはなんとかしてくれるんじゃないですか。するわけないじゃないですか、何言ってるんですか、その。なんだらしく、そういうの稼がなきゃダメじゃないですか。ちょっと、行けるって聞きましたよ、私。いや、そんなわけないですよ。なんですか、今から1年間海も渡り実践して沖縄の旅費を貯めるわけですよ。ちょっと待って、待ってください、何聞いてるんですか。1年間海、もうそれやりました、もう1年やりました、私。大丈夫ですか、僕全然聞いてないですか。聞いてないです、聞いてないです。僕の分がないじゃないですか、だって何で乗っかってきてるんですか。自分の1人だけでいいのよ、ずるいな、何言ってるんですか。僕ね、こんな格好までしてさ、何言ってるんですか。まあ、確かに思い切ったことしましたよね。はい、そうですよ。何やってんすか、その。何でした、もう一回、もう一回いいですか。はい、誰でしたっけ。サム見間違い。サム見間違いさんと、はい、あの、私、ナリンと、はい、が、はい、海を撃てばいいんですか。そうです、1年間撃って、沖縄の、その、なんですか、料品を、はい、今から貯めようっていう、そういうことになっております。はい、まあ、僕と、なんですか、ナリンちゃんだけじゃあれなんで、はいはい、ちょっとスタッフさんの分も あるんで、あのそうなんです。ちょっと結構果てしない形になっちゃってるんですけど。なんで、はい、そのスタッフさんの分まで、はい、海で、あの、すみません、ちょっと視界から見とるところちょっと見えないので、びっくりしました、俺も。そうなんです、はい、そうなんです、ね、やだやだ、ちょっとじゃあ、サムさん頑張って出してください。いや、ちょっと僕だけじゃないでしょ、何言ってるんですか。そこはナリンちゃんもやっていただかないと、はい、2人で頑張りましょうよ、だから、はい、1年間。じゃあ結局1年後っていうことなんですね、沖縄に行けるのは。そうなんですよね、本当申し訳ないんですけど、届くなりますね。わかりました、はい、もうじゃあもう決まってしまったからにはもう、はい、全力で行きたいんで、はい、足引っ張らないでください。あ、大丈夫です、僕サム見間違いなんで足引っ張るのは不安だな。全然大丈夫、不安だな。早速実践の方に行ってみますか。行きますか。はい、じゃあなんかこう決めポーズみたいのしてね、はい、実践行きたいと思うんですけど。わ、はい、かりました。なんかね、ナリンちゃんはやっぱ決めポーズあるんじゃないですか。はい、じゃあナリンちゃんこうかな。ですよね。はい、うん、じゃあサム的にはこうですか。こうですよね。じゃあ終わりました。じゃあそれで行きますか。はい、はい、じゃあ実践、はい、じゃあ行きますか。はい、レッツ海実践スタート。パチンコ必勝ガイドで好評連載していたナリンちゃんの海物語生活365日、海物語を365日打ち続けるという企画を見事大幅なプラス収支で完走したナリンちゃん、完走したお祝いにガイドワークスから沖縄旅行のプレゼントなどはなく、もう一年海物語を打ち沖縄への旅行資金を稼ぐ実践トーク番組である。目指せ沖縄。はい、それでは早速海実践始めていきたいと思います。ましょう、はい、まあ、ちょっと引っかかるものはまだありますけれども、はい、今日実践するのは、はい、その見事に in Japan。 なるほど、はい、319分の1、毎日中バージョンでいきたいと思います。はい、大回転の方が、はい、安心安定の100回転になるかと思います。はい、各位国立が60%、はい、安定の海スペックで、はい、で新たな海プラン。なるほど、はい、私も大好きな365日の中でも結構打ち続けた海があると思うので、はい、まあ、なるほど、そうなんですね。サムさんも結構打ったことあると思うんですけど、サムさんはもちろんそういうことですよね、サムさんなわけですから。
じゃあ行きましょう。はい、これ実践費はナリちゃんが出すんです。ちょっと待って、いやいやいや、サムがあれなんで、ノリですよね。ノリなんですよね。ノリですよね。ナリちゃん、さすが、ね、沖縄行こうとしただけありますね、なんかね、はい、そういうところでやる。一応持ってきました。あ、そうなんですね。今日は、はいはい、はい、いろいろ沖縄で買いたいものあったんで。なるほど、はい、夢ですからね、沖縄って言ってもね。夢なんですよ、ね、なるほどなるほど。え、ちょっと何出さないですか。いやいや、出します出します。サムですからね、サムサムなんです、サムなんです。サムさん、ナリンちゃんと何すか。大丈夫です大丈夫です、僕も大丈夫です、持ってます持ってます。ただ、はい、ノリですからね、本当に足引っ張らない。ノリってわけなんですよね、はい、なるほど。一心同体ってことでおもちゃでいいわけですよね。なるほど、わかりました。もちろんナリンちゃんがハマったらサムさんが助けないといけないし、そういうことなんでしょうね。そう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 、そういう役ですもんね、サムっていうのは。そうです。なるほどなるほど。サムは大変ですね。でもね、ナリンちゃんは海365日やってきたということで、はい、はい、そうなんですよ、はい、1年間、本当にあっという間でした。1年って相当ですよね。最初、なんか不安があったんですけど、はい、いや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 、分かる。いや、本当は
いないじゃないですか。自分しかいないでしょ。何それ、ひどいな、それ人数何言って自分が毎年選んじゃうんでしょ。そう、人数何で初代人数何で何が初代、初代2代目3代目選びたいことだよ。やだなぁ。ミドルっていうのは大体2枚目あたりの、本当にリーチでは出しましたけど、
まだこう通常のガーッと出したんですよね。そうなんです。僕だけなんかノーマルですか？あれはあのまあそうですよね、大概まあ記憶が流れるものだとしても、はい。そういうことなんでしょうね。あの、サム的に気だったのか、今の。なんだろう、かっこいいな、これ。これ、ただですよ、外したらどうですか？外したらかっこ悪いですよね。大丈夫、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫なんですよ、よかった。やっぱり、アンコが見たから。ちょっと待ってください。なんだ、早く、どん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 、早く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 。そういうことですよね。あ、そうっすね。心臓確率で大丈夫だと。お着物的な感じだ。あ、そうでした、そうでした。なんか早く言ってくださいよ、もっとね、そういうことを。そういうことなんですよ。まあ、私から来てしまえば、あの、玉さえずっと出してくれたらどっちでもいいんです。あ、なるほど、いい加減にしてください。言ったわけないでしょ。なんでさ、サムがそんな、そんな弾製造みたいな形になるんですか？なるほど。ちなみになんですけど、ゾウさんは、はい、マリンちゃん、ワリンちゃん、ウミンちゃん、女性のタイプで言うのは誰か。そこで、ナリンちゃん入れなくて大丈夫なんですか、ナリンちゃん。忘れてますよね。バラします。ジャバジャバでナリンちゃん入れないとくらいですよね。はい、はい、あ、僕ワリンちゃんでした、はい、聞いといてよくないもうナリンちゃんもう700いきますね、そうそうだね。でもね、やっぱ可愛い子は何やっても似合うっていうのがあって、700いっても絵になりますよね。いや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 。ただね、なになにね、お耳に挟んだ情報だと、はい、そろそろ実践時間やばいっすよ。マジですか？そろそろやばいっすよ。これはやばい。第1回目なんて頑張るな、夜活編集とかそんなことあるわけないですよ。これね、あ、来たここまで来てるの。もうね、ここまでね、今度こそ、まあまあ、もうとりあえず大当たりはしていただいて、まあ、僕の大好きなサメはちょっと超えてもらっても、いいの？大丈夫です、悔いはないです。はい、これダブルなんで、もうね、読んじゃなくていいですから。ここでいいです。はい、もう贅沢なんですけど、申し訳ないです。ここでお願いします。はい、大丈夫です。はい、いける。すげえ、マッシュ。やった。ちょっとどうしちゃったんすか。いや、ちょっと待ってください。ちょっと早く早く。あ、ちょっと待って、また始まった。また早く。やだな、このなんかね、そのやだ。ちょっと待って、その乗り方がね、昭和なんですよ。ちょっと待って、ね、あのほら、リボンとかも昭和だし、ちょっとやだなぁ、もう気がちじゃない、これこんなに早くラウンド早く終わねえかなと思った、初めてだ。最後のあの言葉、最後のあの言葉ね、はい、せーの、もういいよ。いやいやいや、こっちに回してください。いいよ、いいよ、先生、いいって、いいですね、女の子なんでちょっと重いんで、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや、あ、結構力持ちだな、面白い。ゲットー！いや、ゲットーじゃん、ゲットーって。まだモンスターがあるからね。早く行くか。
ちゃんじゃなくて店員さん呼んでいいですか、ね、戦えるって、はい、ちょっとナリンちゃんじゃなくてちょっとだいぶサブパワーが終わってましたからね。あーサブパワーだこれ、どうしたこれ、サブパワー、ただ真のサメだったらここは手前で外しますよ、ね、セーフ、もしくは当てて9、うん、ただの9いります、もらいます、もらいます、あ、いや無理しない方がいい、あ、本当ですか、あの、無理しない方がいいです、あ、こんな、すいません、なんか、ただいま、店長のお知らせ、何のお知らせかと思ったら、ちょっと、とんでもない、ああ、店員来たいか、ナリンが店長のお知らせしました。なんだ、じゃあ俺もやりますよ、なんだろう、いやなんだろう、あでも確かにそうですね、なんだろうこれ、なんだこれ、ちょっと。何が出た？出た出た。ミスナリンちゃん。ねえミスナリンちゃんとミスナリンちゃん。
やっとあのね、大丈夫、どうやってるんですか。いや、大丈夫、大丈夫、変わりますから。うわで、すごいびっくりなのが、ナリンちゃんが今、ドル箱に囲まれてるって状況で、偶然なんですよね。これ、あたかも今から見れば、はい、ナリンちゃん、こんな出したんだって話になって、本当だ。どうしようもないな、サム間違えた。ね、1320。本当本当。何ですかこれ。ちょっとうまいこと編集してもらえませんかね、これ。こっから。いや、長くやってたでしょ、あんた、ちょっと。いや、何言ってんすか、ちょっと。というわけでですね、私、初当たりが今日、1、2、3、4、5回、はい、19回ですね。で、サムさんは、何ですか、初当たりが1回。ちょっとハマりましたね。だから、じゃあ、勝手に決めないでくださいと。違う。ちょっとハマりましたね。あのちゃんと離れましたね。ちょっとプラスにはもしかしたらなってないかもしれないんですけれども、ね、まあこれで終了したいと思います。またサムさんも頑張ってくださったんで。サムさんそうですね、やっぱりこれ編集でうまいこと、いや、私が出してることになってると思います。絶対それはしないでください、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、初回エンディングでございます。そうですよね。はい、ということでですね、結果報告からいっちゃいますか。そうですね、はい、そうですね、はい、2人でやって、で、あの僕ちょっとここの携帯で、はい、あのいろいろ極秘情報を調べてきたんですけど、調べてまいりました、はい、今日、はい、インジャパン、はい、シナリンとサム・ミワシガイさんとで1日実践しておりました、はい、しましたね。私なりんですね、はい、まあ当たり引いたんですよ。引きました。はい、まあ、私から言うことは以上ですね、はい、以上次にどうぞサムさん、サムさん、まあ、当たり引いたんですよ。でも終わっちゃったわけですもんね。当たり引いちゃいました。そうですね、あ、でもほら実は、はい、当たり2回引いてた。そういえば1回ともう1回あの1回引いてたみたいですね。なんか2回引いてたわ。いや、びっくりしましたね。そうそうですよね。最終的にはうまく最終的には2回当たりを引いてた。なるほどなるほど、はい、ちゃった。言いたいことは以上です。あ、わかりました。言いたいことは以上ですね、はい、僕ですね、あの一応その結構5連何連みたいな感じで結構連チャン重ねて学園当たり5回、まあ、最初は全然学園入らなかったんですけどね、はいはい、入ってからっていうものを結構連チャンやって、はい、結構ね、出玉1万発超えたり、あの表記があって、結構僕の計算では2万発3万発弱ぐらいはもちろんあるんじゃないかって後ろに思うんですけど、多分ね、余裕で沖縄には届いたと思うんですけど、そう思ったんですけど、まあでもさすがにあんだけ出すのはブラックですよ。いやいや、と思うんですよね。さすがに結果どうなのかなっていうところちょっと飛行機取るんで、飛行機取るんで、じゃあもう早めの方がいい、早めの方がいい、巻いた方がいいかもしれない、はい、分かりました、さっさと言ってください、はい、言って飛行機行きましょう、はい、はい、投資がですね、はい、16,125 玉になります、はい、投資が行きます、はい、ちょっといきましたね、そうですね、まあでも皆さんね、はい、すごい出してましたから、はい、で、出玉がです、はい、出玉がですね、9,820 なんですけど、おい、はい、で、あの、さだまがですね、マイナス6,000 どういうことや、全部なりなりか俺正直言うと何ちゃん大丈夫、1万発ぐらい使っちゃったんじゃないか、すいません、申し訳ございませんでした本当にすいません、いろんな大人の方にすいませんでした。いやいや、とてもいいですね。これはもうね、本当にね、山陽さんにもちょっとね、申し訳ございません、本日も、すみませんっていう、いやいやいや、先輩さん、あの、あれ、載せなくてもらえます、連載するんで、本日は、ナリの本日もすみません、いやいや、大丈夫、大丈夫、企画を持ってですね、はい、もう謝りにしたい。いや、でもね、本当ひどいなと思うんですよ、僕の値段がどんどん横にこう流れ作業のようにですね、おかしいですよね、今日横からどんどん玉がなんか湧いてくるんですよ。いい加減にしてほしいなと思って、これ第1回目なんですけど、はい、ちょっともう今後ちょっとこのね、何言ってるんですか、何で一つじゃないですか、まあ、そうですね、はい、あの本当に最後はそうですね、本当にもうね、これからどうなることやろうと思うんですけど、はい、でも、まあ、次はもうあれでしょ、はい、何ちゃんお得意の当たり前です、あの大連ちゃんを、そうですよ、まだ、12回ってことはあと11回あるってことですよね、挽回のチャンスがあと11回もあります、あります、最初こういう絵も ね欲しいかなと思って、なるほど、そうですよね、はいはいはい、やっぱり最初こうね、
あのダメなところがこう上がっていくっていう早がつくのが、あまりにもサムさんが出してたんで、はい、ね、こういい部分と悪い部分、まあまあ、人生の裏表じゃないですけれども ね、 そういうのを見せられたね、はい、ありましたけどもね、はい、はい、もうこれ以上はもう黙ろうと思います私ちょっと反省して、はい、はい、ということで、じゃあ次回、ね、次回はもうやってやりますって、ね、なるほどなるほど、はい、なんで足は引っ張らないでください、いやそれこっちのセリフじゃないですかって本当にやめてください、あ、わかりました、じゃあ私が、はい、はい、次は気をつけたいと思います、そうですね、はい、はい、ということですね、はい、なんか入ったり次回も、またね皆さんお会いしましょう、はい、ではまたね、バイバイ。果たしてナリンちゃんとサムの見間違いは沖縄に行くことができるのか？次回もお楽しみに。